高校の時とかあのバンドで遊んでたりなんかもしてで、まあ、近くに行ってこういうのを書きます、はい、オートメンバーだし、うん、まあ、それが最初だけで、その時はドラマは違いますね。あ、はいはいはい、その後このドラムが辞めるっちゅうんで、またそのドラムを探したんだけど、またその地元になっちゃった、はい、そういう感じです。で札幌ではないの？違いますね、うん、あ、でもまあ打ち合わせ自体は札幌、札幌です、ね、ライブの活動は札幌に行ってます、ね、でその小松さんがその入った経緯っていうのはなんか前あの僕ドールかなんかで呼んだと無理ああ北海道はシーンはないですからね、浮いてるとかっていう感じもしないですよね、みんな。あーあのシーンとかっていうのは、あ、まあそういう塊みたいなとか音楽的文化もそんなあのまあみんな雑草のような感じというか、ですからそこはそんな、まあ、あんまり感じない、そうそうそう、今となっちゃそういう風な形には見えるかもしれないですけど、やり始めた当時とかそういう札幌の中ではそういうこともそういう活動なんでする必要ないとか、うん、まあ、みんなジャンルも違うしっていうのもあったし、はい、みんな理想があるから、まあ、それでいいんじゃないかっていう、だからそういう何かを作ろうとかっていうそういうのは、そう動き的に見えるとかそういうのはまあ、みんなしてなかったですね。まあ、ここにいると限界があるなっていうのもあったですね、その頃の形的な、なんか、まあ、こっちに来た方がやる場所もあるしっていうのを、まあ、ちょっと考えたりなりました。なりたかった。デザイナーじゃなくてですね、デザイナーが描いた絵からパターンを起こすパターンナーっていうのになりたかったんですよ。地味ですね。パターンナーになりたいって思ってます。本当子供の頃ってことですか？そうです、そうです、そうです。なんだろう、普通の子供ですよ。あのパイロットになりたいとか、プロ野球の選手になりたいとか、そういう感じだと思うんですけど。ああ、はあ、あの野球、まあ、ずっと中学ぐらいまではやってたから、でもまあ、そのちょうど中学ぐらいの時にそのロックの方にも、でそれがこうバーンと、でもまさかこんな年までやるっていうとは思わなかったですけどね、びっくりした。そうね、なんかガキの頃からあんまり、あの、なんだろう、明日のこととかあんまり理想もなく、まあ、結構あの今もそうなんだけど結構あの破滅的な快楽主義だったりとか今日が良ければいいやみたいな、明日はまあ明日はまあなんとかなるじゃないかとか、あんまり先のことをイメージしながら生きてなかったのね、かぎりあんまり、だから何になりたいとかあんまり考えてなかったような気がします。ああそうね、あんまりしなかったですね。漠然としていますね。その日やってることが一番楽しかったら、あ、明日もこれやってたいとかっていうようなイメージで、これをやっていこうとかっていうイメージでなかったよ、ね、これあれになりたいとかっていうふうな風に思ってなかった。まあ大体3日あればすぐ飽きちゃった。そっかです。そういうところで考えると、小学生の頃とかよく作文とか、はい、ね、なんかそういう夏休みの宿題とかそういったり、大きくなったら何になりたいのとか、あと文集とかなんかあるね、一番最初にね、思ったのはよほど夢がなかったんでしょうね。僕、タクシーの運転手マジっすか。
それをちょっと一番最初にね、それなぜ変えたかというと、家に車がなかった、あとはなりたいものが一つもなかった。タクシー、具体的な大工になりたいとか、なんかそういったことは一切なくて、ただ走ってりゃいいんだよな。あのタクシーの運転手って一番最初に書いて、小学生の低学年の時ですね、そういう記憶がありますね。でもなんとなくこう分かるな、自分だから分かるんですよね、そういうのありますね。あの周りはみんなすごい好き、好きっていう、とにかくすごいバンドっていうイメージがドーって頭にあって、実際そのライブを見たこともない、なかったんです。効果で来てないんですよね、うん、まあそんなにはライブも見たことなかったし、で初めて一緒にライブをした時に、そのちょっと早めに行ってリハーサル見ようって感じに行って、ガーンすごいって思って、私が喋ってます。あの荒野におけるっていう、その荒野におけるブラックサスティングちゃんっていうアルバムの中の1曲でギターを弾いたんですね。あの弾かないかって、はい、やります、私とあとナンバーガールのドラムの稲沢ひとみと2人でその曲に参加して弾いたんですよ。それがきっかけで、でそのレコ発、そのアルバムのレコ発にゲストで出ませんかつって、で、あひとくんと2人でつって、あひとくんはその日なんか用事があって出れないつって、じゃあ私の件つって、で、出ることになったんですよ。それで、何の曲をやるのかなってこう、あーって思ってたんですけど、それでその、なんか、吉村さんとその連絡取って、何の曲やるか、あの、聞かなきゃなみたいな感じで、それなかなか何の人伝いでどうするんですかね、さあどうするんですかねとかって言ってて、で話をしたらですね、あの曲もこの曲もあの曲もできる、あじゃああの曲もみたいな感じで、それこれこれこれやろうかってすごいアバウトだったんですよ。どれを練習したらいいんだろうか、まあとりあえず全部練習して、練習も何日間かあるから好きなだけ来ていいんですよ。で、まあ練習で行ったら、なんかどん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 曲が増えて、あれがあるのにその日のライブ1本全部弾いたんですよ、16曲。それであの、ですごい、ああよかったよかった、こう周りの人もよかったよ、ああそうそうですかとかって言って、でその次のツアーが3本透明半なんで、荒野におけるラブソースジャズのアルバムのツアーで、それもあの一緒にどうっつって、はいやります、超流されやすい性格で、最後の東京の日の打ち上げで、メンバーにならないみたいな、でもその前にもう MC とかで、あの新メンバーの戸口さんですとかって言われてたりとかして、あんま気にしなかったんですけど、でまあ打ち上げで、ああじゃあ やりますとか言って入ったんです。あれ打ち上げについてでも関係ってさ、はい、話はまとまりました。乾杯。乾杯。まあ良かったですね。良かった。そう。まあ本当それまではまあいろんなこういろんな人ともね、ゲストとかそういうのはありましたけど、そういうのはまた論外でもっと良いっていうか、まあこのままでいいんじゃないっていう。その時に4人で消したいと思いました。なんでこういうことになったのか、なんで3人でやってたのか、どういうことなのかっていうのは、別に誰も辞めてるわけでもないし、それこそ、やっぱそれはもう4人のサウンドっていうのを意識して作ったの、
テイク普通に作りましたね。はい、あんまり深く考えずにっていうか、頭の中もこう、あんまり深く考えずに4人でっていう考えで。
今考えてますけどね、なかなかそれも難しくて、はい、どうなるのかなといえばまた次回作はまあただ単にちょっと暗くしようかなと思って、はい、まあ、前作はちょっと明るいって言えば明るいですよね、はい、勢いがあるという、そう言われたらやったら逆というかそういうふうにもじゃあもっと激しくもっと明るくっていう考えもあるかもしれないけど、どちらかというとまたはぁとかと思うんですけど、やっぱ根が暗いもんでそっち側の方向に行くんじゃないかと、うん、予定としては来年には出したいですけどね、すぐには出したいですけど、なんせどういう曲をやろうかって、まあ数曲しかやってないから発信しても前回なんていうか簡単に率直にこう言い切った部分とかもあって、まあまあ分かることは相変わらずこれからどうするんだろうみたいな感じはまあありますね。まあ そういう感じはキープで。だから答えは出ない感じでいきますね。わかりました。そうですね。秋にそのオフィシャルブートレックっていうツアーをブッチャーズで組んでまして、でそちらの方が各々ゲストを呼んでるバンドとかもかなり点でバラバラで、好きなバンドも呼んだりしてます。はい、でそのツアーのことをよろしくお願いします。はい、これからもよろしくお願いしますとかになっちゃいますか。いや別にないですよ、ないですよ、読むことは全くないです全くない、うん、特にないですけど、まあメンバーも、まあ、スタッフも含めてみんなこう仲良くやっていこうねっていうそんな感じですかね。はい、FC バザーは、そうですね、まあ、まあ、ちょっとだけ早起きになりたいかなっていうことですね。あ皆さん自分に望むことなんですよ。ゆうちゃん、ゆうちゃんな、できればですね、年はゆっくり取っていきたい。
のお祝いのライブです。あのこれだけの人が集まってくれて、僕はここで歌うことができて本当どうもありがとうございます。あの何をどう考えて今日出てもらった2つのバンド出てもらうことになったのかっていう、まあ、この今日呼びたかったものはもっとたくさんいて、ただ僕たちもたくさんライブをやりたくて、あのピックネックどこにでもあるんですよ。本当に気づかない些細な、今日僕たちはなんかたくさんのきっかけをThank you.
確認しろ。確認しろ。僕、そしてあなた、誰かなんて存在はいりません。誰かはいらない。Oh.
go right now, baby. Let's have a good one.